お久しぶりのこっそりワイドをお届けします。今年初めてなんですね、岡沢さん。はい、ソーシャルディスタンスを考慮いたしまして、はい、ちょっと今日はあの縦変態でお届けしようかなと思っております、はい、いやいや、今年初めてなんですよね。そうなんですよね。あの今日のファックスメールのテーマが新年早々でございまして、はい、まあ、ちょっと今日あの読めなかった部分をご紹介する前に、私自身が今日やっちゃいましてびっくりしましたね。あの誘惑チャンスビヨンドのチャレンジャーの方が、ね、1枚目で終わっちゃったんで、割と時間に余裕があったわけですよ。それであのファックスメールをご紹介して、あのいつものようにあの20秒ぐらいのところで終わりかなと思ったら1分間違えてました。もう1分残ってましたね。番組が終わろうとしたらまだあったということで、まあ、私自身がちょっとねやらかしちゃったわけですけれども、今日読めなかったファックスメールをご紹介してまいりたいと思います、はい、私の方から、はい、大分市にお住まいのラムチョップさんのメールです。新年早々やらかしました。和田ちゃん、はい、心して聞いて、はい、出産に伴いおよそ2年禁酒していた私、お酒を断っていたんです。最近やっとお酒が飲めるようになって、元日は朝からお酒を飲むのを楽しみにしておりました、うん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 、要するに2021年解禁ですわ。やっと飲める。お正月は堂々と昼からお酒を飲める日なんです。わかる、うん、当日朝起きて飲酒開始朝からシャンパン、はい、矢印、うん、白ワイン、うんうん、いいね、矢印、うん、ビールと飲み進め、素晴らしい。昼過ぎには前後不覚、あれ早いな。夜は家族が楽しみにしていたすき焼きでしたが、鍋奉行の体調不良により家族全員食べたか食べてないかわからない状態。あ、もうダウンしてたんだ。あ、もう限界来たんです ね。しばらく家族に頭が上がりません。2年ぶりに解禁したラムチョップさんのメールでございます。久しぶりの時は少しずつ飲んだ方がいいかもしれないですね。いきなりハイペースで行き過ぎたんですか。ありがとうございます。そしてお二人目は国崎市の方、ハンドルネーム5296さんです。新年早々、雪がたくさん降って雪かきに雪下ろしをしたのに、家の前のサンルーフが雪の重みで崩落。え、どこの方？国崎市です。国崎たくさん降りましたからね。そして崩落したサンルーフ、姉の車に直撃してフロントガラスにひび、上がへこんで姉もへこんでました。大変うまい。大変です。前の日の夜にたわんでるよ、危ないよって言ったのに。私は仕事に早めに行っていたので車に被害はありませんでしたが、なんか気持ち的にへこみました。なんですけれどもね、最後に男前な優しい消防団の方たちが要請をしていないのに集まってくれて、すべてきれいに片付けてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです。消防団員さん、ありがとうございましたという。雪の方はね、片付けてくださったんだ。はい、ありがたいですけどね、ちょっと新年早々びっくりしましたね。自然相手だから、なんか怒るに怒れないしね。そうですね、まあ、お怪我がなかったということだけは良かったかなというメッセージでございました、はい、ありがとうございました。こっそりワイドでは今年もこのように番組の中で読むことができなかったファックスメールをねご紹介していこうと思いますので、はい、今年もたくさんのメッセージお待ちしています。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。